しゃべくりマッチシロ始まるよ。皆さんこんばんは。しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日は11月14日月曜日ですね。第55回です。今日の松代はですね、秋空の良い天気でした。今日のゲストをご紹介いたします。去る10月23日にですね、東京の講道館で行われた第14回目の全日本柔道形競技大会の古式の形で優勝されました滝沢義人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、滝沢さんの今やってられるこれ金メダルの、じゃあちょっとお立ちいただいて、あれですね、ちょっとやっていただければ、ちょっとはい、これが金メダルです。はい、それでこちらのところ見ていただければ、後ろが、優勝されましたガグですね、賞状です。はい。滝沢さんはですね、松代町内で整骨院を営みながらですね、信州医療福祉専門学校で柔道 の、顧問をやっておられます。で、まあ、社会体育でもね、地元の中学生に、柔道を教えて、いるということで、そういう方なんですが、私ども柔道って言っても、なんかオリンピックだとか、あと全日本の選手権大会で見た、テレビでなんかで見ているような形のあれがあるんですけども、あれですかね、滝沢さんの方の競技っていうのはどんなような柔道っていうんですかね、あれなんです。ちょっとそれを教えていただければ、はい、ちょっと今フリップ出しますので、ちょっと見てください。はい、はい、そこに出ておりますね。はい、初めに投げの方、はい、次に固めの方、はい、決めの方、はい、銃の方、はい、それから、行動官護身術下行きますかね、うん、それから5つの方、あ、それからもう一つ最後に、古式の方、はい、この7種目が行われております。なるほど、ね。今年で、はい、第14回を迎えております全日本形柔道競技大会という名前の大会なんです。あ、なるほどね。はい、この表紙に出てるこれがあれ、そうです、ね。はい、そうです。引き次第みたいな、ね。はい、今年のパンフレットです。はい、はい、それでこの柔道の形の競技会ということなんですが、はいはい、柔道のそれぞれの、はい、技について、はい、一つずつその崩して作って、はい、技をかけると。いう一連の動作をですね、はい、それを学ぶことによって、その技の正しさ、正確さ、はい、美しさ、そういったことを競う競技なんです。なるほどね。はい、今これ肩の、一番左側ですね、はい、これの部のあれですね、はいはい、これ私が今回行いました、はい、古式の方という方で、はい、表が14本、それから裏が7本ございます。合計21本の技によって、はい、技の今言ったように正確さ、はい、美しさを競うわけでございます、はい、今DVD ではちょっと出しましたけども、はい、これからね、この間やったやあれですね、はい、これで挨拶して、はい、はい、これどちら側が滝沢さんですか。私画面に向かって左側ですかね。ああ、はい、あ、これちょっと面白い挨拶がしたんじゃないですかね、はいはいはい、これはどういうあれなんですか。はい、昔、まあ、武士が甲冑を身につけて、はい、最終的な勝負を競ったものですから、はい、それを習って甲冑を身につけている姿を想定して、はい、ああいう例になっております。あ、なるほどね、はい、あ、そうですね、この後ろにあるこういう甲冑を着て、はい、試合やこういった、はい、甲冑を着しているという、うん、はい、これが1本目のタイという技なんですが、相手が初めに攻められてきたものを、はい、私がそれに、うん、順応して、はい、反対に相手を崩して投げるという形ですね、うんうん。これもあれですね、やっぱり甲冑を着ているから、はい、思う通りには動かれないみたいな形のでそうなんです。いいですか。まあ、私どもの気持ちとしては、うん、そういったその
まああれ20キロ近くございますのでね、はいはい、そういったものを身につけているという表現を出そうというところに、うん、まあ、苦心はしてるんですけどね、うん、で今あのこの前の技がタイ、これが夢の内という技なんですが、うん、これはタイに対して相手が後ろに倒されたもんで、今度は相手が前に起き上がって、うん、反対に攻めるやつをそれに逆らわずに、反対側へ今度やって投げ移動して投げると、あ、なるほど、そういう状態で、うん、1本目2本目が表裏という形で、あ、そういうことね、あの1組、なるほど、ね、ですからこれからもあの2本が一対というふうな見方をしていただくと、うん、分かりやすいかなと思います。これ映像見てみますと、これ2人1組ですよね、はい、これまあ相手の人とこれ練習するっていうかね、何年ぐらいこれやってらっしゃるんですか、はいはい、私が今日の相手小林修先生なんですが、この方とは今年で7年練習させてもらっております。あ、そうですか、はい、すごいですね。これだけど息が合わないと本当に動作が違っちゃいますよね。そうですね、あのそのためにもやっぱり年数をかけないと、うん、なかなか呼吸が合わないってことですか、はい、なるほど、あうんの呼吸といいますかね、あ、そういうの聞きますよね、そういったものが、うん、あだんだん練られてくると、うん、人にも見ていただける方になるということでしょうかね。うん、でもこうやって動き見てると本当にゆっくりゆっくりって感じですね。はい、そうですね、普通の柔道とはちょっと全然違うって感じです、はい、あの表の方は優雅に重々しく行いということで言われております、うん、それで今度裏の方になりますと、うん、敏速果敢に素早く、はい、動作をするようにという指導をいただいております、うん、じゃあ結局二通りのあれでもって見せるっていう形になるんですね。そうです、うん、あ、これが早くなるのか、はい、まだ裏へは行ってないかな、まだ行ってないですよね、はい、もう少し経たないとなんかね、はい、うん、これだけどあれですかね、その古式の方っていうですよね、はい、部門に出場する組数って何組ぐらいいらしたんですか。あ、これはね、全国でそれぞれ県予選がありまして、それから今度地区の予選がございまして、それに勝ち抜いた、12組がこの全国大会に出場しております。あ、そうですか、はい、これはだけどちなみにその練習時間っていうかね、はいはいはい、それはいつでどのぐらいやるんですか。あ、まあ今年の場合で言いますと、うん、8月から9月10月の3ヶ月間で、だいたい16日ぐらいですかね、土日それから祝日、はい、全部潰していただきましたね、はい、あれですかね、これまあ、指導してもらえる先生ってやっぱりさっきおっしゃって、はい、いらっしゃるんですよね、はい、長野県の会長をなさいまして、それから北信越柔道連盟の今現在会長をなさっておられる三国屋の岡本栄八郎先生の指導を受けてやっております。あ、そうですか、はい、岡本先生に本当にいつも何年もお世話になっております。あ、そうですか、はい、なるほど、やっぱりこういう指導を受けないとなかなか自分たちだけでっていうのは難しいってことですね。そうですね、うん、自分たちの姿は見えませんもんで。そうですね、はい、そうですね、はい、どうしても、うん、まあ、こういう DVD で見るかなんかしか、でもこれ練習しながらこういうのもやっぱり撮ってみるんですか。撮ってくださる人はいるもんで見るんですが、やっぱりきちっとした先生に指導を受けないと、なかなかここまではできない、できないと思います。なるほどね、はい、あれですね、まあ、これ日本一になったんですけども、はい、これはあれですか、世界大会に出場することなんかできるですか。これがですね、うん、まあ、どういったらいいんですかね、外国ではですね、まだこれ講談社がやる方なもんですから、なかなかそのやってる方が少ないという理由がありまして、まだその7部門のうちの5部門は行われているんですが、うん、5つの方と古式の方は、今回が世界大会が、今年で3回終わったんですが、今のところこの 2種目についてはまだ行われておりません。そうですか、はい、それはちょっと残念ですね。でもこういうのもまた国際大会っていうのはあればいいんでしょうけどもね、はい、でもこれであれですかね、
世界大会っていうかあれはできないということであれば、まあ国内で、まあ、一番優勝者ということですので、一番気持ちとしてはいいですね。まあそうですね、大きな大会、柔道のいわゆる試合の大会なんかがあったときに、演武さしていただするようにという、お話はいただいております。はい、でもお年ちょっと聞き忘れちゃったですけど、今何歳になられるんですか。私ちょうど今年古希といいますか、70歳になりました。くしくもちょうどこの10月23日がちょうど誕生日だったんです、はい、この優勝した日ですか。はい、それはおめでとうございます、ね、ありがとうございます一生忘れられないあれですね。そうですね、ちょうど節目の日だったもんですから、自分では、二重の喜びといいますか、そんな気持ちで、ね、嬉しく感じました。あ、そうですか、はい、あれですか、これ何歳ぐらいからやられたですか。私ね、高校の 4,5 年生ですかね、10歳ぐらいなんですよ。ですから、柔道はもう60年ぐらい、型はね、型、初段の頃からやってますので、15、6ぐらいから、これがさっきの言って何ですか、そうです、裏ちょっとさっきちょっと早めスピードが速くなりましたね、はい、裏が7本ありまして、はい、それが2今入ってますですね、はい、これで最後ですかね。これが岩波という。こうやってバタッと倒れちゃうというのはどういうあれなんですか。これこうバタッと結局相手を投げるのに、自分も崩れなければ投げられない、いわゆるよく言う身を捨ててこそ浮かぶせもあれということが、自分も甲冑着てるっていうことなんだね。そうなんです。あ、そういうことでね、はい、なるほどなるほど。やっぱり挨拶の仕方も全然こういうあれですもんね、はい、ちょっと違いますからね、はい、これでもあれですかね、はい、両側にいる先生方が点数つけるって形なんですか。はい、今回の場合は前面に5人の審査員の先生が並びまして、それぞれの先生が点数をつけて、一番最高点出した先生と2番目の先生の、失礼しました、一番低い点数を出した先生のお二人の点数を除きまして、真ん中の3人の先生の合計点を100点満点に換算して点数を割り出しするんです、はい、去年の場合は前に2人、はい、後ろに3人の審査員だったんですが、今年は前面に3名の先生がお座りになって、審査をされておりました。あ、なるほど、ね、はい、まあ、これ最後になりますけども、これから当然これからも練習っていうかはやる、はいということですかね。私の大先輩尊敬してる講道館に大悟敏郎十段という先生がおられるんですが、はい、84、5歳になられるんですかね。いまだにその講道館のこの型の講習会古式の方については誰にもまだ指導させません。現在でもご自分で全部やられます。あ、なるほどね。それでその先生のおっしゃることは、はい、修行に執着意はないと、ですから、修行というものは一生だよということだと思うんですよ、はい、でもすごいですね、80何歳なんでね。そうですね、先ほど昨年ですから亡くなられた長国寺のご住職がね、5本出されている中にも、柔道に関してですかね、修行に関して、善と辞することなかれということで、続けなければいけないよということを書かれているものがございましたので。あ、なるほどね、はい、あれですね、今後のまた活躍をお祈りしておりますね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。いや、こちらこそ。以上で、滝沢さんをお迎えしてのしゃべくり松代55回を終わりにいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。You
さて来週のしゃべくり松代、はい、皆さん、パーソナリティ違うでしょう。あれ今日はあれでね、来週は安田さんじゃないですか。あ、私がパーソナリティ、ダメじゃないですか。じゃあ最初は誰が、ですね、長野商工会議所、はい、松代支部の事務局長、はい、細川さん、はい、細川さんにお願いしてあるんですけど、はい、どういうのお話ですか。商工会議所の話。あ、商工会議所細かな話なし。細かな話はね、これから詰めるという。あ、そうですか、ありました。今日もね、あの打ち合わせに行ったらね、忙しいって断れちゃう。商工会議所の話だって言われちゃう。あ、そうですか、はい、それは正解です。ですから、はい、来週の話は、はい、商工会議所の話。はい、わかりました。じゃあ来週はパーソナリティの安坂さんね、細川さんをお迎えして、はい、商工会議所の話を聞かせていただきます。お楽しみに。お楽しみ。松代はあなたの街。しゃべくり松代、また見てねー。